七夕だるい七夕だ,だるいよあっ電話電話あもしもし彦星何えっ配信始まってるちょやばいやばいちょっと待ってやばいんだけどやばいんだけどちょっとやばいんだけどちょっと待ってちょっと待ってああああああちょっと BGM かけてね最初に、ね、BGM かけてね どうも、どうも。みんな、アマニョ様のこと覚えていたかしらみんなの願いを叶えるのが楽しみです。まあ、でもね、ちょっとあのー、アマニョにょ、アニョにょもにょも、<laughs> アマニョも、そこまで力が、そうね、あの、パワーがあり余ってるわけじゃないから、みんなのね、願い事を叶えてたらやっぱ MP がなくなっちゃうわけね。 だから、まあ、ちょっと一人か二人ぐらいになっちゃうかもしれないけど、まあ、ね、今日は楽しもうよということでね。いやー、みんなね、みんなのくだらないい願い事をね、ちょっと、パシパシと叩いていきますかね。えー、じゃんけんしてください。最初はグー。じゃんけんチョキ。あのね、これだとね、じゃんけん成立しないんだよ、坊や。わかってる次ー。まで、で疲れた。<laughs> コロネスキーが悲惨な目に遭いますように。 シャン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 この願い叶えたりーこの方のプロフィールを見に行ったところ、まあ、コーネの推しマーク、あの、ワッサンのマークはついてましたけど、あの、基本箱推しって書いてありましたので、なんかもう、箱推しの人が、コロネスキーがひさの目に会え、みたいなお願い事してておもろいなと思いました。<laughs> 筋肉欲しい。これは、あの、タグになってないですね。<laughs> 次ー「SMOK、OK、の地獄企画がまた行われますように」「シャン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 この願い叶えたりー」あのね SMOK、OK、って基本的に地獄の企画の提供しかディスコードでや,らや,らやってないのであでもスプラティオンとかやってたねそういえばあん時はなんか気が狂ってたんだろうねこれからもオカユンが幸せに過ごせますようにあとコロさんも ついでの女。これ。あ、なんだ、コロニスキーがさ、ちょっとふざけてコロさん持ってつ、つけ足して、あ、こう、もう、もう、とかやって、なんかイチャイチャしたいのかなって思ってプロフィールを見に行ったら、もう、正真正銘のおにぎり屋でした。ふざけんじゃねえぞでも、オカユンの幸せを願っているので、シャン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 、この願い叶えたり覚えとけよ、お前。<laughs> はい、次ー。最近残業ばっかで疲れ気味なので、アマニョ様の癒しの言葉が欲しいです。お疲れ様。次ー。アマニョ様へのお願い事なのに、タグが殺さなのはなぜですかあれ、もしかしてアマニョ様って。次ー。乗り物酔いをしない体になりたい。 ごめんね。臓器系苦手なんだよね。ちょっとね、病院とかに行って薬もらってください。次ー。オールして、あー、これ、こういう系はね、ごめん。あ、まうね、無理。次ー。舌打ちと投げキッスの違いが聞き分けられるようになりたいので、舌打ちと投げキッスをたくさん <laughs> お願いします。えー、多分あなたが配信中に聞いている、 え、下打ちなのか、嘆きさるのかわからない音は、えー、ほぼすべて、下打ちです。はい。ニ女様のお力で、身長を10センチほど伸ばしてほしいです。ごめんね。臓器、骨、体、無理なんだってごめん。何回言ったらわかるのドーナツが食べたい。食べればいいじゃん。 変身したくないから帰るよこの,こ,のこ,のこのままやめてちょっとなんでそんな言って,言ってよもうバカ最後の挨拶したかったのにじゃあねうん遠いよ今では遠いんだな遠い遠い遠いんだよ待ってここどこ迷った迷ったお供に連れてきたヤギが痩せ細っちゃったちょっとどうしようハングリーだよお腹空いてるお腹空いてるどうしようみんなの 今、みんなの書いてくれた願い事短冊しかないんだけどどうしようこれを食べさせてみるか食べるかなどうだろうあ食べてる美味しそうに食べてるよよかった本当に良かったみんなの願いがこんなとこで役に立つなんて本当にありがとうちょっと待ってリスナーさんが 書いてくれたこの願い事がなければ、このヤギは死んでたかもしれない。よし、アマニョ、帰って、みんなの願い事を叶えるぞ。みんな今までひどいこと言ってごめん願い事切り捨ててごめんアマニョ、みんなの願い事叶えに戻ってきたヤギのご飯をくれてありがとうじゃあ、みんなの願い事を一気に叶えるよ。アマニョは、日本のリスナーさんの願い事